東京地下鉄道の車掌東京地下鉄道株式会社とは、現在の東京地下鉄銀座線、浅草新橋間にあたる路線を建設し、また軌道や乗り合いバスを経営していた鉄道事業者である。1920年8月、地下鉄の父と呼ばれた早川徳次によって設立された。当時、日本はもちろんアジアで、 初の地下鉄路線を建設した会社として知られ、現在の東京地下鉄のルーツとも言える。1925年9月27日に行われた、上野浅草間の寄港式記念写真。座っている前列の右から、ルドルフ・ブリスケ、早川徳次、古市君武,武、野村龍太郎。東京メトロ、銀座線上野駅の JR 上野駅、方面改札口にある、 自動改札開業時は均一運賃制であったことからターンスタイルを使用した一種の自動改札を導入していた。1931年9月16日から駅間運賃制に変更し、この時にターンスタイルは廃止された。上野の地下鉄ストア伸びる。現在は東京地下鉄の本社ビルに建て替わっている。浅草の地下鉄食堂伸びる。 銀座延伸開業までの輸送量の維持と収益確保のため、八つぎばに主要駅に商業施設を併設した。これは今の駅中のルーツとも言える。なお、神田の地下鉄ストアは2011年1月まで一部店舗が営業を継続していた。また、上野駅構内の地下鉄ストアはその後数度の業態変更を経て現在は エチカフィット、上野として営業している。1932年12月24日、京橋延新宿に、デパート巡り乗車券の販売を開始する。上野日本橋館の大人普通乗車券は10銭で、下車前と無効であったが、デパート巡り券は、上野広小路日本橋館で3回まで、途中下車可能、運賃を13銭としたものである。上野地下鉄、ストア、 松坂屋、三越、白木屋、高島屋の各店が対象で、主婦層に向けたサービスである。1934年3月3日の銀座延伸時には、利用区間を上の銀座に改定し、運賃据え置きのままこれに松屋が加わっている。1941年8月31日に販売終了。2017年には、 東京メトロの地下鉄90周年企画として、本乗車券の復刻で2018年1月中に、使用可能な900円の東京メトロ全線1日、乗車券3枚と銀座線上沿線の松屋、浅草、上野丸井、松坂屋上野店、日本橋三越本店、日本橋高島屋、松屋、銀座、銀座三越、西部渋谷店、東急百貨店渋谷店、 東横店を対象とした百貨店特典クーポン付け専用台紙をセットとした新春デパート巡り乗車券が9000セット限定で抽選販売された。1937年頃、サラリーマン向けのサービスとして地下鉄定期券利用客を対象に有観無料引き換え券の配布を開始する。定期券の提示とと,ともにこの引き換え券を使用すると読売、 東京朝日、東京日々、放置の4市の中から自由に選ぶことができた。1934年6月21日の新橋全通から3日間、全線を5000均一とし、さらに15000相当のお土産を乗客全員に配布するキャンペーンを行った。用意された96万個のお土産がすべてなくなるほどの人気となったが、 全列車を3両編成化し、最短3分間隔の運転でこの混雑を乗り切った。古市君武の村龍太郎根塚一郎早川徳次、中島熊吉。ありがとうございます。